13日の金曜日、13日の金曜日とは、英語圏の多くと、ドイツ、フランスなどの名神において、不吉とされる日である。イエス・キリストが、卓形につけられたのが13日の金曜日とされ、クリスチャンは忌むべき日であると考えているという俗説があるが、これは間違っており、実際は意味数の13と関係がある。 なお、現在多くの国家で用いられているグレゴリオ歴では、1年の間に必ず1回以上、最大で年3回、13日の金曜日が現れる。また、グレゴリオ歴のオケウルー法は400年を周期とし、400年間の日数146,097日は、ちょうど2万871週なので、400年で同じ曜日のパターンが繰り返される。そのパターンでは、 13日の曜日の中で最も多いのは金曜日である。なお、当時はローマの暦とユダヤの陰歴が併用されており、福音書の日付は陰歴である。キリスト教の影響が強い国家であっても、イタリアで不吉な日は17日の金曜日であり、スペイン語圏では13日の火曜日が不吉だとされている。13日の金曜日を不吉とするのは、英語圏とドイツ。 フランスなどに限られる。ただし、フランスでは、宝くじの売り上げが急上昇する、幸運な日でもある。これらの国で13日の金曜日が不吉とされる、理由には、いくつもの説があるが、定かでない。13を不吉な数とするものと、金曜日を不吉とするものが独立して生じ、それらが合体したものであるという説が有力である。十三日の金曜日を不吉とするのは十九世紀に、 なってからだとする意見もある。1907年のトーマス・ウィリアム・ローソンの小説、13日の金曜日は、この迷信を広めるために出版された可能性がある。この小説の中では、悪者が13日の金曜日に、ウォール街を混乱に陥れるために迷信を利用した。コンスタンティノープルの第4回十字軍は、1204年の4月13日、火曜日に、 オスマン帝国は1453年5月29日火曜日に出来上がったことで不吉な出来事は火曜日に起こるとされた。加えてギリシャではその日を3という意味でトリキと呼び不吉なことは3から来ると言われている。13日の火曜日が来るのは木曜日から月が始まる時。イタリアでは13日ではなく17日の金曜日がその日にあたり、 運の悪い1日になる。ノースカロライナ州アッシュビルにあるストレス管理センターと恐怖症研究所によるとアメリカ合衆国にいる推定1700からに100万人がこの日の影響を受けて恐怖を抱いて歴史上で最も怖がられている日13日の金曜日恐怖症とされている。中には恐怖で非常に麻痺してしまいルーティーンから避けて遠くへ逃げてしまう人もいる。 そして、推定800から900米ドルのお金が、この日に消費される。にもかかわらず、デルタ航空とコンチネンタル航空は、13日の、13日の金曜日に関して、いくつかの説を挙げる。13日の金曜日は、危険なのか、それとも安全なのかというのは、欧米で、交通事故や医療事故などを題材に、調査や研究が行われている。交通事故の観点からすると、 フィンランドのデータをもとに危険だ、いや、その調査は不確実な部分が多いといった報告や、オランダのデータをもとに、むしろ13日の金曜日は安全ではといった報告がある。医療事故では、返答的出術を題材に、13日の金曜日だからといって危険になることはないといった報告がある。これら調査は、単に、迷信を否定するだけにとどまらない理由がある。 医療現場関係者においても、13日の金曜日は、不吉と信じる者がいること、患者の精神状態が病床に影響を与えることを考慮すれば、このような調査により13日の金曜日の危険性がないことを説明できることは、きちんとした意味を持つ。ありがとうございます。